はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日ですね、じゃ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 んとこちら、ちょっとねスーパーに売ってて、まあ、かっこマックスバリューなんですけども、売っててちょっと気になったので買ってみました。カップヌードルですよ。あの定番カップヌードルのこってり鶏白湯で呼び方合ってますかね、のラーメンがね売ってたんですよ。こんな感じ。しかも見てこれ、ビッグサイズ、ビッグサイズで売ってたんですよ。でこんなん見たことなくて、ね、カップヌードルとかね、見たことないんですよ。知ってました、こんなんあるの。自分はちょっともう気になって、まあ、買ってみたわけですよ。どんな感じなんだろうと、こってりっていうのが気になるね。多分カップヌードルのあれでこってりって多分なかったような気がする。まあそんなに自分ね、こうしょっちゅう食べてるわけじゃないんで、たまたま買うんだ、大体ピックなのよ。ちょっと小腹が空いた時にちょうどいいみたいな感じで、1個2個ストックが家にあったりするんですよ。今ちょうど なくてね。でこの前買い行った時に、あれビッグかみたいな。しかも価格も他のビッグサイズと大体一緒ぐらい、だからまあ210何円だったか220円だったかちょっと忘れましたけど、細かいことは、ね、だから他のビッグと価格も一緒で、なんか 特別っていうわけでもなく、定番で売ってるのかちょっと分かんないですけど、初めて見たんですよ、あのマックスバリーって。他の店で見たことないんですよね。あの普通 あのカップヌードルの普通のやつとシーフードとカレー、この辺は大体置いてるじゃないですか。でもビッグタイプでこれって初めて見たんで、ちょっとしかも白湯系って好きなんですよ。普通のラーメン行っても結構 こってり系が好きだったりするんで、ちょっと 油系とかこってりが好きだったりするんで、ちょっと気になって買ってみたので、今日はこれちょっと食べていきたいと思います。早速開けていきましょうか。まあ作り方でももう一緒だよね。お湯を入れて3分っていうのは一緒みたいですね。ちょっとお湯沸かしながらなので、ちょっともうお湯が沸いてるような音をしてますけど、ちょっと一応ね中身どんな感じかちょっと開けてみたいと思います。あ、このあれか、もう シールのあれがないんだね。シールのあれがないからこういう感じになってますけど、開けてみましょう。よいしょ、こういう感じ。どこまで開ける、もうちょっとこんな感じです。まあなんかこう入ってる感じがありますよ。なんか白い系が多い、白い系が多いですね。もうお湯沸きましたねお湯沸きましたね、はい、こんな感じ。なんかちょっと普通のねあれとは少し違うなという、はい、ということでお湯入れて食べていきたいと思います。はい、それでは早速、何だっけこれ、電気ポットでお湯沸かしたので、じゃーっと入れていきます。匂いはなんかなんとなくラーメンの匂いはするけどね。あ、ちなみにお湯はね少しだけいっぱいより少ないです。ティッシュの箱を置いて3分待ちたいと思います。はい、ということで3分経ちましたので、あ、でもあれか、これ蓋こうやっとけばいいよかったんだよねいやなんかテープがないから、なんか上で押さえなきゃと思ってティッシュ箱置いたんだけど、いらなかったよね。はい、ということでいきましょうか。せーの、はい、こんな感じ。ちょっとこれ以上傾けれないんだけど、こんな感じどうかな。それではちょっと混ぜていきたいと思います。こんな感じですよ、こんな感じ。おー、ちょっとあのカメラが近いんでボケますね。なんかね普通に、なんて言うんだろう、なんて言えばわかんないけどラーメン、カップヌードルのラーメンですねっていう感じはあるんだけど、具材はなんか少ないように、こんなもんでしたっけ、ビッグのこう何だろう、こう入ってる具材的には。匂いは普通の、なんていうの標準の醤油味のやつあるじゃないですか。普通のカップヌードルの醤油味だったかな、普通のやつ、一番標準の普通のやつ、あれの匂いそのまんまです。なんか パイタン系だから、こうなんかこってりの匂いとかはなく、こうスープ見てもなんか油がこうなんていうのか浮いてるとかもなくみたいな、ね、だって一応こってり
こってりなんですけど、こってりのこう油もなんかこうあるような感じではないですね。はい、ということで食べていきたいと思います。はい、それでは、早速いただきます。これちなみにこういうカップ麺を食べてこう蓋を全部取るタイプですか、残すタイプですか？自分は残すタイプです、基本ね。はい、ということで食べてみましょう。もう熱々、熱々なんでちょっと扇風機ここあるんだけど熱い熱い、もう今部屋の中も熱いですからね。はい、扇風機ガンガン当てながら冷やしながら食べれます。いただきます。いや、あの、っていうのは美味しいんですよ。美味しいんですけど、なんかこう、まあ、さっきね、香りが、まあ、標準タイプのね、カップヌードルの香りですって言ったじゃないですか。なんか味もなんかそれがベースっていう感じ。なんていうのかな、なんかまあ違うといえば違うんだけどな。なんかこう普通のね、カップラーメンの醤油からなんかちょっとこう白湯系にしたのかなっていう、なんか醤油系からちょっとアレンジしたっていう感じですね。なんかそう極端にこう白湯系っていう感じじゃなくて、なんか自分食べた限りなんか違うってことはないと思うんだけどな。あと気のせいじゃなければ麺が若干、それは気のせいかな。これ結構なんかね、自分も想像するよりなんかだいぶ細い気がするんだけど、そんなにしょっちゅう食べないんでね、あの完全な比較ではないけど、ただ普通の醤油系の味がすごくなんか近い感じがしますね。食べて口の中に入った瞬間はなんか一瞬醤油のベースの味がするんですよ。そこから食べていくとなんか白湯系のなんかちょっとこってりまではないけどなんか白湯の味がしてくるっていう感じだから、こう食べた瞬間あれ白湯だよねってちょっとなるぐらい、だからそのちょっと その味が薄いっていうのかな。ちょっと混ぜたらもうちょっとパイタンの味が強くなった気がしますけどね。沈んでたのかな。でも結構混ぜてるんだけどな。これでもうお湯はねちょっと少なめの1センチぐらい、あの線より1センチぐらい下にしたんですよ。ではその濃いめがちょっと裏目に出たのかな。じゃあスープを、って言ってますけど美味しいんですよ。美味しいんだけど味で言うとって感じ。味って美味しい美味しくないじゃなくて、なんか味はなんか醤油ベースなんだよみたいな、醤油豚骨に近いのかな。なんか下の方になるとちょっと白湯だなっていう感じが出てきましたけどね。あ、下の方は白湯ですね。だからちょっと混ざってなかったのかな。多分下の方にちょっとね、あのこのパイタンの粉が溜まっててあまり混ざってなかったのかもしれない。下の方になるとなんか醤油ベースよりはなんかパイタン寄りというかパイタン味って感じになってきた。だいぶ違うね。ごちそうさまでございました。美味しかったです。間違いなく美味しいです。美味しいんですけど、まあ、感想としては
このパイタンのコナっていうのかな、大元のコナが多分結構沈殿してたんだと思う。あの混ぜるといっても本当にこうそこに箸がこう当たるぐらいこう混ぜないと綺麗に混ざってないというか、だから食べた瞬間に本当にこう上の方はこれ普通のカップヌードルのあの醤油ベースの味だなっていう感じしかしなかったのよ。もう香りもそうだったし、でそういうの結構混ぜたんですよ。ちゃんとこう下から上に混ぜたんですけど、それだけじゃちょっと足りなかったっぽくて、多分一番底の方のこの角とかこの下のね角とかにこう這わせるようになんていうのかな、混ぜてやらないと多分どうも完全に混ざってなかったっぽい。今そんなカップヌードルでさ、そんないちいちこのね、そこを意識してさ混ぜたことがそこまでないから、そこそこ言ってるある程度下からこう混ぜればだって混ざってたじゃないですか。もうなんかパイタンの粉が多分下の方に沈んでたんでしょうね、完全に。だから下に行けば行くほどなんか、あ、パイタンだなっていう味になってきたのよ。上の方は本当になんか醤油ベースの普通のノーマルな味っていう感じで、食べていけば行くほど、下に行けば行くほど、あれなんかパイタンですよこのラーメンはっていう感じになったので、やっぱその辺をちょっと意識してこう食べる方いたらね、いましたら、意識してちょっときれいに下からこう混ぜるように食べると最初からパイタンの味が味わえるかもしれない。下に行くほど本当にパイタンの味がすごく強くなったんですよ。こんな感じでした。味は最初から言ってますけど、もう普通のカップヌードルですから美味しいんですよ。美味しいんだけど、そのちょっと底を混ぜるっていう、底を意識して、そうこうですよはい、まあそんな感じでございます。普通に美味しいんで、ぜひね、皆さんも気になった方は食べてみてください。はい、ということで、今日は以上でございます。ということで、今からねご飯を食べたいと思いますおやつなんで、今から食べないけどね、もしかしたらね、おやつ代わりに食べましたから、はい、まあ、ちなみに多分こう3つぐらい全然食べれます3つ4つぐらいいけるんじゃないかな、うん、だって麺何グラム、ちなみに麺80なんでね、8320したか、まあ3つは全然食えるかなと、みたいな感じですはい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。